2週間経ちまして、今日でちょうど、あ、本当はもう一人いるんですけど、マスク女子のこととゆず箱の実について、今日はちょっとこの MC で少しだけでも皆さんに知っていただけたらなと思って、ちょっとこの MC はさせていただこうと思います。まずマスク女子っていうのが、このコロナ禍の中でもアイドル活動をしたいというアイドルの像として、アイドルの像として生まれたアイドルで、あのライブ中もマスクして、ルパン中もマスクして、常にこのマスクをして活動させていただいてます。Twitter とかでハッシュタグコロナに負けるなとか、ハッシュタグコロナに対応したアイドルと検索していただいたら、私とかマスク女子についてたくさん皆さんが写真を上げてくださってるので、あと YouTube とかにもお客様がね、動画上げてくださってるので、よかったらそちらも覗いていただけたら嬉しいです。あとね、ゆず箱の実についてちょっとせっかくなんで知ってもらおうかなと思って、ゆず箱の実は現役女子大生です。一応こう見えて勉強しておりますちゃんと勉強をさせていただいてます。工業女子で、いわゆるリケジョというやつです、私は。で、あ、そう、後期のね、成績発表が出たんだけど、今3年生なんだけどね、ギリギリね、3年生から4年生になれるかどうかの成績発表が昨日出ててね、怖くて好み見れてないのね、まだで、夜にね、確認しようかなと思ってね、見ようと思ったら、なんか総合が落ちてて見れなくって、まだ見れてないんですよね。多分フルタンだったら全部の科目単位取れてたら4年生になれてるんですよ、無事。で、このあとね、1部と2部の間で確認しようかなと思うので、2部でテンションが落ちてたらダメだったということです。2部も来てください。好みのテンションを確認しに皆さん来てください、2部も。あとは、衣装とかで分かると思うんですけど、担当カラーがあって、私ゆず箱の実はピンク色の担当カラーをさせていただいてます。で、多分照明で分かんないかもしれない、マスクもスカートも全部ピンクで作られてて、よかったらサイリウム持ってくださってる方はピンクを振っていただけたらとても見つけやすくて嬉しいです。そしてよかったらピンク振ってくださいすごい振ってくれてる誘導灯みたいになってる。よかったらピンクめっちゃ振りながら、クラップとか拳上げながらね、一緒に最後まで盛り上がっていってくれたら嬉しいです。それでは次の曲、マスク最後の曲です。光へ。
後にマスク女子から告知をさせてください。この後の2部もマスク女子出演させていただきます。2部はトップバッターなので、よかったら最初から見てきてくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。あと明日がすごい手振ってる。明日落ち着いてください。明日が筑豊地方でサウンドラックさんと合同の撮影会に参加させていただきます。あ、マスク女子全員完売させていただいてます。コナミがちなみに前半戦が白衣で後半戦が私服となっております。撮影会の中だったらチェキが撮影可能なので、よかったらツーショットを撮りたいのでチェキ撮ってくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。そして23日祝日火曜日は福岡のビートステーションさんにてユートピアフェスタミニにマスク女子も出演させていただきます。こちら2部制のライブとなっております。両部ともマスク女子はオープニングアクトとして出演させていただくので、よかったらマスク女子初のビートステーションさん見に来てくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。ライブのご予約は全てマスク女子の公式ツイッターの DM に、予約をよろしくお願いします。まだまだ2部の予約もお待ちしておりますので、よかったらこの後 DM にまだ2部を見に行きますと言っていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。そして今日物販です。マスク女子の物販で3000円以上ご購入の方に20秒動画か限定ブロマイドかオリジナルキーホルダー、この3つの中からお一つ選んでいただいてお客様にプレゼントさせていただいてます。昨日と写真も変わってるので、オリジナルキーホルダーと限定ブロマイドの写真が変わってるので、よかったら3000円以上ご購入して好みとおしゃべりしてください。